今日のゲストはブレイス。さあ何でも聞いてくれ。ありがとうございます。ではおぶたさん、ナーフとはどういう意味なのでしょう。ナーフ、ええ、黒のリスターをナーフがかかったものとお考えのようでしたから。ああ、なるほどな。ナーフとは大きい、いや強すぎてバランスが崩れてしまうものを、調整のために弱体化することだ。大きい？聞き間違いじゃないか。あの、少し気になったのですが、ああ、おぶたさんはなぜずっと私の胸を見ながら話されているのですか？気のせいだ。ほら、豚の体で顔を見上げていると首が痛くなってしまうからな。そうでしたか。大変申し訳ないことをいたしました。それではこうして前かがみに。谷間、いや頑張る。頑張って首を伸ばすから元の体勢でお願いします。次回豚のレバーは彼氏の第9話。生きてその土を踏みに行け。すごい周りだった。